リーナちゃんのファン結構リーナちゃんにやきもち焼かせようとする人が多くて心配なお姉さんです。本当にだからくるみんとさ、この前さ、リーナがどん兵衛食べててお昼ご飯にで、くるみんはあのスタバのだけチンスコーとお母さんが作ってくれたお弁当を食べてて、でなんかいろいろ話してたね、ファンの人のお話とか。その時なんか SKE のファンの方って結構 DM じゃないわ、あのなんだっけ、あなんだっけ、ド M の方多いよねみたいな話をしてたね。結構さ、リーナの配信結構なんかド M の方多いから多いから、なんか SK ってなんかド M のファンの方多いよねみたいな話をリーナがしてたんだって。そうしたらクレミンがさ、それリーナちゃんだけじゃないって言ってきて、逆になんか私のとこ結構ド S の方多いよみたいな話してて、えド M リーナだけなんだとか思いながら、普通にリーナみんなそうだと思ってたからそういう話したんだけど、そしたらなんかド M 多いよねって言ってたら、それリーナちゃんだけじゃないって言われて、えリーナだけなんて思ってそういや気持ち焼かせる人多いんだよ本当に。ダメだよ、素直にならないと。リーナちゃんが私のファンド M 多いって話したら、クリミのファンはド S が多いって言われたっていう話してたそうなんですよね、そうなんです、みんなだってド S でしょ少ない気がする。私リーナちゃんは絶対多いっていう話をしてました。どっちがいいとか悪いとか全然ないんだよ、ないんだけど、どっちも面白いけど、そうなんとなくね、なんとなく、全然知らんよ、知らんけどそうリーナちゃんのファンの方を私は知らない方が多いから、わかんないけどなんか多そうやなっていう話をしてましたね。あ、すいません、撤回。ド M の方もたくさんいました、ありがとうございます